ごきげんよう、モチベーション。講演家の宮崎文隆です。今日は2022年8月15日月曜、今日は終戦から77年目の15日であります。いやー、私もその翌年の12月に生まれましたから、終戦77、マイナス1を引くと、まあ、私の年になっていくわけです。いやまあ、日本よく戦争なくしてここまで来れたなというのことを思います。ウクライナの戦争を見ると突然、もう本当想像もしなかったようなことが起こっております。でも地球上いろんなことが想像できないことがどんどんと起こるのも今のこの世界の情勢かも分かりませんね。今日はその中で、広島県三次市、私が住んでいる三次市のですね、この広報が、まあ、毎月1回来るんですが、その広報に一緒にですね、ついていろんな地域の情報が、まあ、ついてきますね。まあ、これが、まあ、この情報が地域を知る、まあ、唯一の情報源ですね。今コロナですが動きませんから、これで、まあ、三次の8月号が、まあ、届きましたので、まあ、ちょっと見てみますと、まあ、いろんなことがいっぱいあるんですけども、一つですね、三次町とピオーネの関係者が官邸を訪ねて、岸田首相のところに行ってピオーネを宣伝しております。ピオーネ、美味しいですね。三次の特産ですね。これで、世界発信というね、ことが書いてあります。そして、ここにですね、NHK の BS で、日本縦断心旅2022年秋の旅エピソード募集というんで、日野翔平さんが三次に来るんですね。その秋の、まあ、歩くところを募集している横が書いてあります。ああ、ちょっと楽しみですね。三次翔平さん来るんだというんで、そしてですね、これなんかな、今見に行こうと思ってます。手塚治虫さんの企画展が三次の美術館で行われております。鉄腕アトムでおなじみの、手塚治虫さんの展、これが8月30日火曜日で終了ですからね。なんとかいけそうですね。これ楽しみですね。手塚治虫さん、また報告したいと思います。そしてですね、人口、まあ、毎月見るんですが、先月に比べてマイナス61年、4万9829年になりました。5万を切ってだーっとあっという間で人口が減少していきますね。そういう状態にあります。そして、その三次市を日本柱で議会だよりというのが届いております。これはですね、地方紙がね、気になったんですが、懐かしの校舎は今というんでですね、まあ、廃校になった校舎が載ってるんですが、この行く先がどうなったかということは、この校舎に載ってないんですがね、これすごく気がかりですね。この写真はどこの校舎か分かるところもありますが、書いてはありませんね。懐かしの校舎は今というのは、非常に気になる情報で、この後の情報が非常に見たいなと思って、まあ、ネットなどでちょっと見てみました。でもね、これだけいい学校がどんどんと廃校になっております。そして三次の文化を支えている切り絵通信、これはコロナ禍の中でもやっぱ活動が活発になっております。まあ、高齢者はちょっと、私はちょっと、まあ、なかなか今のところ行かれない状態ですね。これ面白いです。大人になったら、
あなた何ができるかという18歳と20歳の違いのことが書いてあります。いや、18歳になったら結婚契約、20歳になったら酒を飲めるだとなると書いてあります。そして一番私たちの身近にある他校の生き生き食堂というのはね、頑張ってやっておられますね。そして塩町の駐在所から来てますね、これは何といってもですね、高齢者の交通事故防止というんでね、まあ高齢者のと思わんところで、事故にあったりまた加害者になったり、まあこれ本当高齢者になると身近になってきましたね。そして、動物とぶつかることが多くなったが、これがイノシシとかシカとかね、本当身近に出てきますよね。びっくりです。本当気をつけないといけないですね。ポプラッコというんでね、小学校からの大学を置いてます。小学校もだんだん人数減りましてね、本当ちょっと寂しい感じがしておりますが、でも元気な子どもの情報が伝えられております。小町中学校くだわりというね、中学校からも来ております。なかなか中学校へ行くことなどはまあ今のところないんですが、まあこういうことを見ながら、小町中学校小中一貫教育の概要ということでね、見ております。そして、三好の社協頼り、元気にやっておられますね。などは「ボランティアに参加してみませんか」とね、言っております。そして最後はまあ一番身近な情報です。タココミュニティだよりということでね、これ見てみますと、三原川土手のこの生成河川の草刈りが書いてあります。これ私もタココミュニティで、そうですね、副会長やってる時に草刈り何年か行きましたね。暑い時にね、まあみんなで一緒にやるとね、本当に周りが綺麗になると気持ちよかったことを、まあ、思い出しております。これも友達も環境部門の長をやってましたので、一緒になってやったのを覚えております。そしてこの中で令和4年度シルバー大学復活開校しましたというね、これが元気なことを載ってますね。シルバー大学は待ち遠しい、今年はぜひとも、募集の時にこんな声が聞こえていました。そして6月23日木曜日の午後、他校シルバー大学を開校させていただきました。受講申し込み者は45人を数えましたというんですかね、3年ぶりの復活開催となりましたという、これ元気ですよね。はあ、皆さん元気でやっておられます。まあ、こういういろんな情報が月に一遍届けられますが、まあ、地域の情報というのはですね、やっぱこの情報が一つです。他にはあまりありませんので、よくまあ見させてもらっていますが、まあ、この中でモチベーションがバッと上がる情報を抜き取りながらですね、見ております。また手塚治虫展は今から行ってですね、どうだけ動画とか写真が撮れるかは言ってみないとわからないのですが、まあ、手塚治虫展また報告したいと思います。ごきげんよう。議会頼りの大切なところが抜けておりました。今回の議会頼りは
トップがですね、実は三好の議会始まって以来議長が女性の議長になったことです。山村恵美子さんがなられましたね。よく他のところで交流を、地域の活動で交流をしておりますが、まあこれが三好の新しいこの町づくりの新しいページを開くでしょうね。まあそう簡単にいかないところはあるんですが、でも一歩踏み出したことには間違いありません。議会の議長が女性は三好では初めてです。そして、体制も新しくなりましたので、ぜひですね、山村恵美子議長には頑張っていただいて、また私たち市民も協力してですね、新しい三好の時代を切り開く1ページをみんなで一緒に開いていきたいなと思いますね。次の市議会代理をお楽しみにしております。ここが抜けておりました。やはり、女性が議長になったということで、ちょっと町づくりの違った形でモチベーションがガーッと上がっていくことは間違いありません。